真珠母雲は高度20から3 0トル付近の清掃圏にできる特殊な雲。極や高緯度地方で冬によく見られる雲である。非常に高高度にある雲のため、日没後も太陽の光を受けて輝く姿を見ることがある。真珠母雲の名は、その色彩が真珠五貝であるアコヤ街の内側に似た虹色をしていることよりつけられた。ちなみに、夜光雲とは、 生成過程も生成場所も異なる。オゾン層の破壊に深く関連している雲であり、オゾンの生成や破壊のメカニズムを考える上での研究対象となっている。確実的には国生層圏雲、国生層雲とも呼ぶ。国生層圏雲は低温であるほど発生しやすい。大気圏では高度が高くなるほど紫外線が強いため、フロンやハロンが紫外線によって分解された。 塩素原子の量も高度とともに増える。摂氏70度から低摂氏80度にもなるような極地方の清掃圏上空では塩素原子や硫酸エアロゾルがラジカル反応によって硝酸塩や塩化水素を作り固体となって凝結し極清掃圏雲を作る。この生成は冬季にピークを迎え冬至を過ぎて太陽高度が上がり始め気温が上昇してくると 今度は誘拐し始める。誘拐の際に太陽光によって化学反応を起こし硝酸に変わるとともに塩素原子ができる。この塩素原子がオゾンを破壊する直接の原因となる。極性創券雲には大きく分けて3種類の雲つぶがある。下点より2から6系高い温度でできる非球系の個体。下点より2から6系高い温度でできる球系の液体。 下点より低い温度でできる半径1マイクロメートル以上の個体に分けられる。極成層圏雲を構成する主な物質は硫酸、硝酸、水の3つである。これらが硝酸エアロゾル、液的エアロゾル、氷、硝酸さ水和えの硫酸4水和物となって存在している。鮮やかな色の真珠波白も極成層圏雲がアコヤガイのように鮮やかな色をする理由として、 雲を構成する雲粒の大きさが均一であることが考えられている。わかりやすく説明すれば、極性草原雲は透明ガラス、普通の雲は曇りガラスに例えることができる。透明ガラスはどの部分でも光の反射の仕方は同じであり、反射角は入射角だけに関係するため、うっすらと鏡のように反射して映った像を見ることができる。 曇りガラスはガラスを構成するそれぞれの粒子でそれぞれ光の反射の仕方が異なり反射角はそれぞれの粒子の角度にも関係するため鏡のように像を見ることができない。極性層雲は雲粒の大きさが均一であるため透明ガラスのような役割を果たし加えて雲粒が粒であるため写真レンズのような役割も果たしニュートンリングのように色が並んだ模様を見ることができる。 一方、普通の雲は雲粒の大きさが揃っていないため、彩雲などを除けば普段鮮やかに色づくことはない。南極でオゾンホールが発生するメカニズム気象庁。ありがとうございます。